はい、それではポケモン SV やっていきましょう。今回はハリテヤマ界、色違いですね。シャリタツ界を除けば色違いの主役はこの子が初ですね。よろしくお願いします。そんな勢いで育てたら面白い技を新しくもらっていまして、ぶちかまし地面タイプ版インファイト超火力。はい、まあ地面のサブウェポンとしては地震がメジャーですけど、それよりもさらに20高いということで、この差って結構大きいんだよね。うん、まあ波乗りとドロポンぐらい違うって言ったらその違いはよくわかるでしょう。はい、で他にも優秀な技をぶち込んで直機で今回は使っていきます。なんで調整は AD 極振りと、熱い脂肪で炎と氷には強いです。氷あんまりないけどね。はい、で今回なんですけど、後取りなんですよ。後取りっていうのはここね、この冒頭トークケツから取ってるんです。なんで実は最初思念の続きじゃなかったんですよ。とある試合を得て思念の続きになりました。まあ何があったのかはこの後の動画をお楽しみにってことで、そして今回、セグレイブ君と同時収録となっています。なのでプレイ中の私はセグレイブが主役なのか、ハリティアマが主役なのか、どっちか分かってないんですね。その大混乱の様子も含めて今回はお楽しみいただければと思います。はい、では早速このね2体の超なんだろう重量級エースを抱えて対戦していきたいと思います。どうぞ。やっと特殊来たか。ハリテヤマの出番来ましたね。よろしくお願いします。仕込んでおいたのになかなか出番がなくてね。ですがまあ塩巻いとけ。塩巻いてロン毛で壁張ってドスコイ OK、 ありがとうございます。ほんと？まあヤグレイブ会と同時収録にしているんですが、まあ出番の量としてはどっこいどっこいでしょうか。それ以上に本日地割れ当たりすぎ問題動画になってないところにボコスカ当たっとるんでね。はい、さてこの間にも謎の試合がありましてね、お相手のジャレツクが2回連続で外れるという極端な試合でございました。以上でさっきの試合の解説を終わります。なのでさっきの試合はこれで動画化しなくていい。うん、じゃれつく2回外すとかもはやお払いレベルなのよ。よろしく。さーてケンちゃん、お前挑発覚えるのか。お前は微妙に印象にないがね。まあとりあえず岩巻いとくわ。覚えるんだったらいいぜ、来いよ。あ、引っ込めた。え、ちょっと待って、ミラーアーマーとかいましたっけ。フィーターバーやっちまったやっちまった、跳ね返ってきちゃった。そういえばミラーはいっぱいいるんだわ。これうかつ、完全にうかつ。お相手にっこり、くっそすっかり失念してた。エイフィーの存在をムカつくから地割れの腹いせお前なあ、いて、じゃあお前な、あばよ、ういやっぱクソゲーじゃんこれもやったぜ。許されるんかなこれ。ひでえや、ほんとこの塩ひでえや。ほんと一撃必殺がここまで多用される環境って僕の知ってる限りではあんまないですね。まあ、それぐらいどうしようもないぐらい硬いやつが多いんだが、今のはもうやけっぱちですよ。塩漬けの方が未来につながったと思うがね。さて諦めないぞ。ジェシン、おお、そうやって撃つんだ。やられたぜこの野郎、覚えとけよ。さあケンタロスほど分かりやすいやつもいない。リフレクターで絶対 OK ですね。しばらくオーロンゲで戦えるまであるよ。さすがに今度は反射されねえし、というか反射するやつもういねえし、私にそう赤っ端を書かせた報いを受けてもらいましょうか。あ、そういえばレイジングブルは壁割るのか。これ赤っ端パート2じゃんこれくっそめんどくせえななんでこうめんどくせえんだこれ。ソウルクラッシュ、うれ、赤はもうボロボロだよ。十分削ってくれたか。どうせレイジングブルされるんだよな。
技を残しておく意義よ。正直ソウルクラッシュ2回しとけばよかったよな、絶対な。いや、とりあえずそれでも貼るわそれでも貼ったらダメ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 、許されないつーか、レイジングブルーが壁破壊で機能してんの初めてだわ。ボロボロ、お相手の、なんだろう、対戦初心者かきっちいわ、これきっちいわ、マジ。いきます、色違いドスコイハリティ山。さあ、そういえばそうなんだよ、僕的には積み上げてきた試合があって今この3時なんだけど、ハリティ山界としてはこれ初回なんだわ、地獄かそうなんだよ、これハリティ山初回の試合なんだわ、やべえやべえやべえ。もうこっからなんかいい感じにふわっと盛り上げていくんでよろしくお願いします。ケンタロス詐欺あるんだよな、威嚇のために。勘弁してください、誰出てくんの。ヌメルンゴですが、それはミスだぜ、ぶっ飛ばしてやるぜこの超火力でな。うれドスコイハリティ山にしても、ヌメルゴンはテラスタイプ何になるんでしょうね。いざイケメンごっつんです。もうこっから間の地割れで全て終わったってことを教えてやるぜ。これでステロブは回収した、次のダメージも回収させてもらう。ドレインパンチ流星、残念、硬いんですわこのハリテちゃん。いきます、ぜいにしてもケンタロスの読み合い制さなきゃいけないの、くっそめんどくせえなどうしようか。めっちゃ回復しました、結果としてウマージですね。でもこれさ、散々やらかした後に万が一勝てたらハリティアはすげえってなるから、最高の導入試合に化けたのでは。問題はこいつよ、テラスタイプは絶対切ってくるとして、フレアドライブの方が威力は、いや半減だし、ドレパンでいいんじゃねえかな。ぶちかましとかいう技を超打ちたいんだけど、打ちたみがすごいんだけど、ドレパンお願いします。それはあかん、それはあかん、ロマンもクソもないでも報いを受けよ勝てえ、さすがにもう逆上して襲いかかってくるぞこれ。もう終わりだろ、いや待て、お相手の道具ってまだ見えてない。いやでもここまで来て発動しないんだったら半数で、あ、つが威嚇だっつうの、やめろ、半数威嚇とかさすがに強すぎるんよ。勝ったんじゃねえのこれ、運だけで勝つんだよまあ、何言ってんのって人はセグレイウォーカイをご覧ください。僕の怒り、嘆き、打撃わかると思う、来いよ、一撃でぶっ飛ばすしかねえぞ、インファイト。すっげえ無振りなんよ防御は、よう耐えた、ゲームセット、うげー最高、ポケモン最高まあでもハリティアマのこのタフネスがなかったら負けていました。なんか結果的に全てお前のための試合になったな、ありがとうございました、ありがとうございました、イエーイ。ソルトがソルトをパーティーに入れてるぞ、これは要警戒だな。サザン超怖えんだよな。でもさ、見るからに起点作りますって感じやべえから、いっそセグレイブことヤグレイブからいくか。トリックフラワー怖いよね。塩は入れといた方がいい気がするんだよな、先発じゃないにせよ。これでいきます、まさかの先発ヤグレイブ、圧倒的タフネスで、まあ、サザンが来たらハリテ山にすぐに逃げましょう、それでなんとかなるはずです。さあ今日のバトルは2つの主役ポケモンを同時に入れて、これどっちだそうハリテ山とセグレイブだけど、どっちも 1,2 試合終えてんだけどさ、さてこれどうしたもんか。さあまずはじゃあ一発受け取ってもらうか。
ヘッド。ニードルガード。接触しちまった。痛い。超痛い。勘弁してくれ。もう、地震だったらすかされるかもって思ってこっち打ったら完全に恨めった。この野郎。覚えとけ、この野郎。あー、イヤーヘッドだ、この野郎。捨てろ。お仕事していく？もう、退路はなくなったな。ゴリゴリやっていくしかねえぜ。ぜい！いい火力。毒菱まで巻かれちまった。つうか、今回こいつの仕事やべえな。めちゃくちゃうごめいてんじゃん。ニードルが、さすがにもう触れませんよ。だけどこれな、毒もらって、ステロ巻かれてるから、キラフロールの起点作り、正直今まで全く影響なかったんですよ。それはなぜか、ドドゲザンがエースだったからですね。うえ。うえ。また巻かれたぜ。だけど今回は、チョッキをハリティ山に渡していることで、ドドゲザンいないんですよ。つまり、この起点作り全部直撃することになる。さあ、次のお相手は、サザンいるんじゃねえかな？マスカーニャ。おぉ？舐めてかかったらぶっ飛ばしますぜ。叩き落とす。落ちるかこれ。ヤグレイブですからこれ。せい。イカサマダイスなくてもやれる。せい。あと2発。ああ、ここが限界ですね君の。なんでちょっと辛辣なんだよ。まあ十分頑張ったぜ。これはヤグレイブ界なのか、一体何界なのか定かではない。今アクタイプになってる。火力落ちてるよ。チェス。さあ、岩刺さるわ、毒菱刺さるわ、散々だな。塩漬け。当たればマスカーニャは落ちる。フラワーぶち込んでこいよ。ほう、安定取ってきたか。では行きます。タイマン勝負ならね、ハリティマ勝てるんじゃねえか。マスカーニャを始末。よし、ソルトってことはもしかしてラスト。いやでもラストあれだったら勝てるよ。いや全然関係ないじゃんこれ。ソルト、ソルト要素全然関係なくてビビる。塩漬け大丈夫か。さすがに吹っ飛ぶね。さーて、こいつのタイプなんだ。ゴーストはねえだろ。行きます。ハリテヤマくん、環境にはびかってるこいつをぶっ飛ばせば株は上がるぜ。これで根性起動って言ったらかっこよかったんだけど、残念ながら根性でもなんでもない。フェアリーだったらどちゃくそ困りますねこれ。ドレパン。鋼じゃねえの？鋼だろ。お願いします、祈ります。フェアリーだけやめてください。フェアリーサザンとかマジありえないだろ。どの面下げてフェアリーだよ。ゲーチスの因子があるだろお前。毒。ああうん。割となんか、ちょっと待って、毒困るやん。ちょっと待って、毒はあかんわ。何気に毒あかんわ。ああもう来てたのか、毒の時代。いや毒サザンが来てるとは聞いてたけどさ、なんだかんだ毒見てなかったから。え、こいつじゃあゲップする感じの？ゲップはしない感じの？ウィース。これ今一つだからきついっすねマジ。流星張り手すっげえ。特攻落ちたぞ。巻き返す。ずい。今一つきつい。この殴り合いを制することができるか。毒がじわじわと襲う。2倍だから当倍になって、あれのこれのゾーンだから叩き落としておかないとやばいか。第一の力刻んでんじゃねえ。落ちろ。よし、
食器かよ、いらねえ。ちょっと待って、サザンドラ君の体重、サザンドラ君最近痩せたよね。なんかケンタテ環境ではちょっと正直出番が微妙だったと思うんだけど、なんかちゃんと自分磨きしてだいぶ体絞ったよね。だから体重とかも多分実はこの見た目でなんと驚きの29キロ。うぅ、はい、160円。はい、で、ハリテヤマくんは実は今日のために肉体仕上げてきて160キロに対してなんと驚きの重さ500キロ。早くして、遅い。ハリテヤマくんのパーソナルデータは非公開データなのか。もう打つしかないわ。もう赤を検索間に合わんわ。打ちます。ハリテヤマくんがデブだと信じてひでえ言いようなんだけど、しゃあねえ、デブだと信じてる。あ、253キロ、意外とスリム。耐えねえから無理かな。まあ叩き落とす急所でも多分足りてないね、威力落ちてるから今。残念、惜しかったよ。ありがとうございました。毒サザンか、思念の頭突きかな。じゃあサザンのもう環境変わりつつあるし、技変えてきますわ。対戦よろしくお願いします。今回のお相手塩いんのか、そしてセグレイブの下の銅、あいつはしんどいな。まあ塩からいくか。塩セグレイブ、ちょっと待って、息を飲んだってやつ。さてこの2体欲張りセットでいくか。死ぬぞ。さあ最終試合、僕としてはどっちに採用してるのかわからないんだが、これどっちの動画なんです、セグレイブとハリテヤマ。どっちだろうな。僕の予想、セグレイブでいきます。僕はセグレイブだと思う。皆さんはニヤニヤしながら見ててくれ。もうハリテヤマだったらこいつ何言ってんだってなるんだろうな。よろしくお願いします。さてさて、まあどっちも重量級のね、頼れる相棒ですゆえ。でこいつ挑発あんだわ、マジ挑発あるから塩漬け打つんだわ。まあ大抵はトリックフラワーなんですけどね。でも挑発万が一食らったら1ターン無駄っていうのが辛いので、今日は塩漬けの気分。向こうも悩んでるってことは選べるんだわ。ほう、変幻自在ショータイム、痛い塩漬け。にしてもさ、巨人音であればここからでも役割持てる可能性はあるんですよね。ただ向こうがこだわってるかどうか分かんないから、打ち分けられたらしんどいんですよね。これでいこう。狂気の寺。嘘だな。交代際に超強烈なトリックフラワーってところでしょうか。怖いわ。セグレイブに交代するかは直前まで悩んでたもん。運が良かった。正直テラスタルのこの辺に関してはな、何タイプになるのかわからない、誰が切るのかわからない。経験則がものを言うだろうけど、正直今のはどうなんだろうな。全てが経験によるものだなんて僕は言えないね。テラスタル合戦、こっちにかなり有利ではありますが、これは運が良かっただけだと思う。よっ、これで一転してマスカーニャちゃんは打点がなくなった。ではステルスロック任せていただきましょうか。でも結局マスカーニャめちゃめちゃ足速いから、厄介なやつがまだ残ってる状態なんですよね。捨てろ、交代だと思うが、ここまで。ただね、ハチマキの火力ではない、スカーフかな、塩。これは塩さんではござらんか。それは今日はよく地割れが当たる日なんだよな。どっちかっていうと当てられてる日だが、まあでも一撃必殺に頼るような試合はしなくても大丈夫でしょう。セグレイ役割ない。
頼む。でもマスカーニャがいるため巨ジオンは温存しなければならない。チェース。岩が痛い。急所かよ。くえ、ヘッド。でもここで地割れとかを選んでないってことはその手の技はないってことですか。ひるめ。お、ボディプレイ。残念と言いたいが足りてるねこれ。塩漬けの急所致命傷だった。急所じゃなければもう一ターン動けてこいつ仕留められたのにな。まったくやってくれるぜ。ですがあんたの耐久、このセグレイブのヘッドでこのダメージということは、つまりはハリティアマの一撃は耐えられない。よろしいですね。ぶちかましの方が威力自体は出るんだけどな。お相手の手持ち的にドレパンは透かされる可能性もあるね。ぶちかましておこう。いきます。引っ込めたか。サーフ号ならズバリっすよ。新技食らってけ。どう、よし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 。見てください、これがハリティヤマの新しく習得した技、ぶちかます。ドスクワー。もう逃げられないぞ。救われたな、新しい技に。ハリティヤマ界にふさわしいじゃないか。あれ、セグレイブ界って言ってませんでしたっけ。ぶちかわしゃー、セイザルセッパラー。オーケー。ちなみに特に意味はないんだけど、あのぶちかましを食らうデデンネの映像をね用意してあります。どうぞ。これいる？いる。さーて交代だね。このために残しておいた巨人女だ。正直威力は控えめで頼みたいがね。トリックフラワー、草テラスの一撃に関しては耐える自信がね、ここに関しては交代あると思うがね。食べ残しを落としちまった。向こうとしては何としても、うん、そうだね、自己再生スカーフだ。よっと、しっかり回復した。もう勝ちですね。あとはマスカーニャに対してちゃんと巨人を残し続ける、それだけでいい。なんだかんだぶちかましの範囲がお相手にめちゃくちゃ刺さってたということですね。これチーズ。ボディプレでも飛んできそうだが、ステロも痛かろうって。こちらは巨人をとにかく大切にしていきます。ここからはもうね、ハリティヤマ捨て気味でもう巨人を守りましょう。いや、ぶちかまし決めるのめっちゃ気持ちよかったわ。最終試合にふさわしいね。最高です。セグレイブ君は運が悪かった。もうちょい見せ場あったはずだったけど、セグレイブ君があそこで皮肉にも急所に当たってくれたことでここまで来てるんですよ。これいいぜ、それでいい。向こうとしてはそれしかないわな。来いよ。まあハリティヤマこの一撃受けられるのかどうかちょっと興味あるしな。まあ無理でしょうけど、うーん、でもさ、わざわざ落ちると分かってて捨てる必要ってある？ないよね。ハリティヤマ頑張ってんじゃん今回。わざわざ死なせる必要はないよ。もうすでに巨人王に対しての打点がないのは分かりきってることですし、フラワー、お相手はここでフラワーしか打てない。打点は変わらない。このダメージしか出せない。よって積んでいる。対戦ありがとうございました。さすがに降参だわな、このタイミング。なんだかんだハリティヤマくんのぶちかましでお相手のサイクルを壊してくれましたね。最高だぜ力士。ジャパニーズスーボー。